皆さんこんにちは。今回はイギリスパンの一種、ソーダブレッドを作ります。まずはじめに粉類をボウルに入れて木べらなどで混ぜてください。粉類が混ざったら次は卵、牛乳、ヨーグルトを混ぜたものを加えて全体を切り混ぜてください。粉気が残っている状態でラム酒漬けのドライフルーツとクルミを加えて一塊になるように切り混ぜます。ある程度混ざったら台に取り出します。台に取り出したら軽く練ってまとめます。練り時間は3分ほど練りました。このパンの特徴なのですが、ほぼ練り作業がありません。イメージとしてはスコーンに似ています。ある程度練れたら2分割して上新粉を振ってください。ここまでできたら焼成です。180度で25分焼いたら完成です。